こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はですね、最短で女性の心を開かせ持てる方法という話をさせていただきたいと思います。でやっぱりこう持てるためには、まあ、相手もね心を開いてくれた方が会話も弾みやすいですし、それで会話が弾んだら短い時間でね、仲良くなれると思うんですよね。で一体じゃあその最短でね、相手の女性のね心を開かせてどうやったら仲良くなれるか、それはですね、自己開示っていうんですけど、自分の話をしてあげる。で自分の話ばっかりしちゃダメですよ。まずは自分の失敗談で、克服した失敗談を話すとか。私だったら例えば、隣の水道橋違う、お茶の水に、行く用事があったんですけど、こう案内に、お茶の水水なんとか橋口って書いてあったんですよ。でその水なんとか橋口って見ただけでもう水道橋だと思っちゃって、水道橋で降りちゃったんだよねとか、そういうなんか失敗談でも、そんな大変じゃない失敗談だったり、何かを乗り越えたことだったり、でそういうことを言うと相手も安心して、あ、自分もこういうエピソードあるよって話せたりとか、あ、失敗してるのって恥ずかしくないんだって思ったりとかしてもらって、自分の話もねしやすくなったりしますので、ぜひ自己開示、自分の話をして、あなたはどうですかって聞いてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、ベルマルから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。ベルマが LINE、メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、マッサージに引き続き私はハリもたまに行くんですけど、ね、頭めっちゃ凝ってて、結構なんかみんな考え事とかするじゃないですか。そういう時って頭が凝ってるともう全部体ってつながってるので、意外と針とかマッサージとかこの頭からほぐしてもらうとすごい楽になったりとかすると思うので、ぜひねこう、まあ、マッサージもそうだけど針とか、針めっちゃいいですよ本当にね、血流が良くなるんでおすすめです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。よく休んでくださいね。また明日。